こんにちはエグゼトトラスト川田です今回はですね元プロのファンドマネージャー大倉誠様においでいただいてプロのファンド運用手法を個人と今は独立して個人投資家そしてそのパートナーの資金を運用している一人のファンドマネージャーとしてご活躍ですがその大倉様にですね えー、米国株式運用についていろいろ知見をお聞きで,できればと思います。大倉さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。ま,すまず大倉さんはですね、こういう人、えー、っとこうやってこうやりますから、愛媛県ご出身で大学でなった後、いきなり外資系を勤めになったんですか。そうですね。あの卒業してすぐにシティバンクの方に、えー、入校いたしました。 この時はファンドマネージャー志望だとかアナリスト志望、そういうことではなかったんですか。そうですねあの、当時のシティには運用部門というのはなくて、ただその当時、やはりその外国為替市場が、えー、大きく成長していた時代でもあったので、できればマーケットに携われるような仕事につければなというふうに思っていました、うん、で、えー、実際にはその後ちょっとキャリアをお話しいただきたいんですけども。 はい、えー、と最初はですねまず大阪支店に、えー、配属になってで1年後に東京に移ったんですけれども当初は、えー、オペレーションですね事務部門に、えー、配属されてそこで証券決済グローバルな証券決済の、えー、部門に配属されました、はい、でそこで数年いた後今度はリスク管理部の方に移りまして でえーまあ、その当時、またあの大きく市場が成長していたデリバティブですね、えー、そういうオプションだとか、スワップだとか、そういったものも含めたリスク管理、特にクレジットリスクの、えー、に関するようなリスクを管理する部門に、えー、配属されました。で、その後1990年になって、えー、シティトラストの方に、えー、移動になったと、そういった背景になってます。そこからまあ運用 ファンドマネージャーとしてのキャリアが始まるわけですね。そうですねまず最初は日本株の運用に携わりました、まあ。その前にその運用部門のサポート的な仕事をプラスマクロ分析とかの担当をさせてもらったんですけれども、その後日本株の運用に携わりましたその後ロンドンでは今度はグローバル株式。 そうですね、えー、っとロンドン、その当時のシティの運用部門のヘッドコーターというのがロンドンにあったんですけれども、そこのグローバル株式戦略部門に移動になって、そこから私のキャリアというのは日本株からグローバル株式、まあ、日本で言えば外国株式ということになるんでしょうけれども、うん、そちらに軸足を移した形となっています。その後ソジェンに移籍されて でそこでまたグローバル株式の運用ですか、えーまあ、そのソシエテに移ってからというのは、えーまあ、富裕層向けの、えー、ビジネスですね、プライベートバンキングだったんですけれども、あまあそこではもう、グローバル株式だけというよりは、えー、もうマルチアセットを,うん、うん、をお客様に提案するとい、えー、った形ですね、ただ株だけじゃなくて、ただ、えーまあの資産、債券だとか。 ただ、うんうん、運用そのものは、それぞれファンドマネージャーごとに役割分担を持っていて、私は、まあ、これまでのキャリアのこともあるので、えー、株式を、えー、に対して責任を持つ、えー、そういった形でうん、うん、役割分担をししていました分かりました、で、えー、2017年にこのイーグルキャピタルという会社を設立されるわけですね。 そうですね、えー、2017年、まあ、それまで京都、あの東京にいたんですけれども、拠点を京都に移して、えー、それで、えー、投資会社としてイーグルキャピタルっていうのを設立した次第です。イーグルキャピタルについて、われわれに教えていただける範囲で、少しあのお話しいただければと思います。はい。 えーとイーグルキャピタルはです、ね、えーまあ、基本的に第三者の資金をお預かりして、えー、運用するようなあスキームにはなっておりません。あ,あくまで当社の自己資金を国内外の有価証券に投資する、まあ、そういった投資会社なんですね。私としては運用会社と投資会社をちょっと区別するような形でやらせてもらっています、はい、で、その運用対象はやっぱり主にアメリカ株式ということなんでしょうか。 はいえーとまあ、基本的にグローバルと言いながらも、約9割程度はもうアメリカ株に投資しています。でやはりその世界の株式の中で、今、一番なんていうんでしょうね、安心して運用できる対象というのがアメリカ株なんじゃないかなというふうに思っていますわかりました。で、まあ、ここから、ここが一番聞きたいことの一つなんですけども、以前は機関投資家のプロのファンドマネージャーとして、他人の資金を運用しておられた。 今度は、まあ、いろんな制約がないんでしょうけどもあの、事故の資金と限られた方の資金を運用している、ここら辺の違いについてご自身のお,お感じになっていらっしゃることをお話しいただければと思います。はい えっとまず、その機関投資家というか、いわゆるそのファンドマネージャーの時代ですね、その当時っていうのは、やはりえどのお客さんを対象にしても、基本的にはベンチマークを上回るっていうことがえマンデータというふうになってきます、はい。で、それに対して、私が今やっているのは、当社の時価総額をとにかく極大化すること、はい、が目的になってきますので、当然、運用の仕方っていうのは全然違ってきます。 えー、ファンドマネージャーの時きっていうのは、どちらかというと、ベンチマークを大きく上回るっていうよりも、どちらかというと、負けないような、えー、運用を心がける形になるんじゃないでしょうか、あの大きくもうビハインドしてしまうと、やはりお客様に資金を引き上げられてしまうと、うん、まあそういうふうなリスクを抱えてしまうので、どちらかというと、まあ、少しずつ勝っていくで、大きな負けを食わないような、そういう運用をというふうになってくると思います。まあ、それに対して現在は あのまあ、負けないっていうことも重要ではあるんですけれども、えーまあ、基本的にはスタンスが長期なので、えー、長期の、えーえー、ホライズンをベースとして、絶対収益で大きなリターンを目指すような、そういった運用というふうになっています。 長期というと具体的には、例えば5年、10年、それよりももっとまあ一生というか、一生はどうか知りませんけども、それくらい長いというようなイメージの長期でしょうかまあ基本的にそうですね、えー、まあせめて5年、まあ、できればまあ10年ですね、10年で大き、えーまあまあ、どの国もそうだと思いますけれども、大きな景気のサイクルっていうのは、10年ごとに来るんじゃないかなというふうに私は思っているんですけれども。はい それに対応するような形での運用というふうになるんじゃないで、しょうかでここのところですか、まあ、その運用方法に関しては、やはりその運用会社、それぞれあの固有の運用の仕方があると思うので、えー、これが機関,機関投資家がすべてこうだっていうわけではないですけれども、私がやっていた範囲においては、どちらかというと、とにかくあんまり大きなリスクを取らないということですね。で、うん、ですので 基本的にはセクターは市場インデックスから大きく乖りさせないようにしてそれで各セクターの中でえ相対的に魅力度の高いような銘柄をえ選んで,でその魅力度が変わってくるとそれでえ銘柄を入れ替えていくというようなそういうふうな運用の仕方をしていましたただえ現在はその別にそのセクターを大きくぶらさないっていうようなことではなくて まあ、でより良い銘柄をとにかく選ぶんだと、その,その結果、セクターの配分というのが決まるというふうに、えー、っていうような運用の仕方をしているので、えーまあ、結果として市場インデックスのセクター配分とは大きく乖離する可能性は十分あると思います。うん、で銘柄の選択の,あのポイントっていうのは、まあ、できれば、えー、売らないで良い銘柄への投資を心がけるということで、なんて言うんでしょうね。あのうん 入れ替えを前提としたような運用の仕方ではないというとですねいいだ良ければずっと持ち続けるという、まあ、モーレン・バフェットじゃないですけど、そういうものに近くなるということでしょうかね。そうですねまあ、実際、私が現在保有している銘柄の多くは、えーまあ、この3年間ですかね3年半ぐらいやってますけれども、えー、もう全く売ってないような銘柄もたくさんあります。うんうん、で こののポーートトフォリリオ全体のリスクコントロールですか、はい、あのまあ、機、ま、関、あ、投資家はえてしてこうだと思うんですねあの、とにかくポートフォリオはリスクコントロールすると、それもあのソフィスケイティッドな方法ですよね、それで、えー、そういったうい文句で、えーとにかくえー、リスクコントロールをして、銘柄はとにかく分散が大事だと。 ということで、メニスモール別っという,ような言い方をすると思うんですけれども、可能な限り分散をすることでリスクを落とすという,ような言い方をすると思うんですが、うんうん、今はどちらかというと、自信のある銘柄にはたくさんあの配分するとい、えー、った形で、まあ、コンセントレーションですよね、うんうん、でこちらに心が、えー、を心がけるような運用をしています。たださすががにバフェットがやるような まあ、バフェットの有価証券ポートフォリオ、えー、上場株式のポートフォリオにおいてアップルを40%ぐらい持ってる <laughs> はい,、はい。ここまでのなんて言うんてううでしょ別途、ね、の,の仕方っていうのは、まあ、ちょっと私のレベルではできないんじゃないかなとは思うんですけれどもそれでも機関投資家の頃の銘柄数だとかあるいは上位保有銘柄の、えー、比率っていうのは機関、えー、投資家の頃と比べるとずいぶん高いんじゃないかなというふうには思っています。はい で、まあ、私との関係なんですけどもうちのウェブサイト動画の,あのファンでいただいてるんですよね。 そうですねあの最近、本当にあの毎日お世話になっているような感じはするので、まあ、ファンドマネージャーの経験者としても非常に役立つ情報ソースなんじゃないかなというふうに思っています。はい、であの本当に可能な限りというかあのよほど時間がなきゃちょっと話は別ですけれどもほとんど、えー「朝会は見させていただいてますし「まあ、バロンズダイジェスト」こちらも えー、非常に参考になる、えー、情報じゃないかなというふうに思ってます。バロンズダイジェストは本当にあのバロンズ拾い嫁の頃からですね、これは機関投資家にいた時もそうですけれども、えー、参考にさせていただいていた、えー、資料の一つです。まあ、あの内容的にも前日あるいは、えーまあ、今月の市場のブリーフィング。 に加えてやはり投資のヒントとかアイデアっていうのが非常にたくさんあるということ、まあそれにまあアメリカの投資家の動向なんかがえよくわかるなというふうにえ思っています。わかりました。で,で <laughs> <laughs> どうぞ。はい、あのカトさん <laughs> 非常に私面白いなと思うんですよね。まあその。はい 本当に資産を増やすためにはどうするべきなのかっていうのを非常にストレートにえーと話されているということでえまあそのまあもちろん個人のブロガーさんあるいは YouTuber の方がまあ似たようなことを言うのかもしれませんけれどもやはりあのこれまでの実績だとかあるいは今までの経験の長さが全く違うっていうのがあの一番最初にあると思うんですね。 まあそれに加えて、えーまあ、資産運用業界あるいは証券業界の不、ね、都合な真実、まあ、これを、えー、最近は少しトーンダウンされているという,う気ますけれども、これも本当は皆さん、この耳に。 は痛い痛こういう内容のことをですね皆さん知っておくべきなんじゃないかないうそうですよねまあできるだけ本当のことを知ってほしいという思いが先に立ってですねまあ、言葉がた,たまに過激もしくは足らないところもあるんですけども、はいえー、まあ前はそういう立,ち逆立場におられた。 あの大倉さんから見てやっぱりあの耳がその当時だったらなかなか本当のことが言えないそれからできないっていうようなことはあるんでしょうかね。そ、まあ、そうですすねねれはあると思いいます、ねえーまあまあ、実際私がいた まあ、特にプライベートバンキングなんかもそうですけれども、やはりお客様にあの買ってもらう、あるいは契約してもらうっていうのが前提になってくるので、えー、でな,なおかつやっぱりその、要はこちら側も食べていかなきゃいけないみたいな、そんな部分が当然あると思うんですよね、それでも私がいたところっていうのは、比較的良心的な、えー、ところだったとは思います。 まあただ、一般論としてはやはりえこれから一般個人のですね資産運用がえもっと大きな、えー ビジネスになるというよりも、これがないとやっぱり日本の将来というのはなかなか難しいと思うんですよね。で、あのー、まあ、特に年金問題なんかもそうだと思うんですけれども、やはり、えー、資産運用業界あるいは証券業界あるいはまあまあ、大きく言うと金融業界っていうのが変わっていかないといけないと思うんですけれども、そこに対して、えー、川田さんが、えー、波紋をえて、ー、起こされているんじゃないかなとは思います。<laughs> あとこれ999、ナスダック100の ETF ですね、まあ、これに勝つのはやっぱり難しいんですか。そう,うん、そうですね、まあ、特にこの10年というのが、非常に999のパフォーマンスが良かったと思うし、でこの最後、直近3年ぐらいは、余計にそれが加速している部分はあると思うんですが、えー、まあそれを考えると、これに勝つっていうのは、コンスタントに勝つっていうのは、なかなか難しい。 気がします、ね、で実際私がまあ足元のポートフォリオっていうのはどちらかというと結構グロースにバイアスがかかった形にはなってますけれども,もうそれでもやはりあの999に勝つのは難しいと、まあ、だったら999で運用すればいいじゃないかみたいな話は言ってませんけれども<笑><笑>まあ,あのやはり999っていうのは、まあ、アメリカ市場の中でも非常に成長性の高いセグメントになっていて。 あのハイテクだけででは必ずしもないですよね,あのですね例えばテスラなんかもそうかもしれませんけれども新しい成長のネタっていうのが次々に入ってきてそれがどんどん大きくなっていくところなので、えー、そこで勝つのは難しいもちろんその調整局面では大きな調整っていうのがありうるとは思いますけれどもただ本当に10年とか20年とかっていう長期で考えた時に。 えー、その短期的な、まあ、時々、まあ、10年に1回とか起こる大きな調整のところを持ちこたえれるのであれば、非常に、なんていうんでしょうねすご、すごいマーケットだなっていうふうに思いますし、これに勝つっていうのは、なかなかあの難しい、えー、なんていうんでしょうね、チャレンジになるんじゃないでしょうかね。うん はい。でですね、えー、前回は、えー、前半はですねここまでにいたしまして、で後半、えー、次回はですね、じゃあ大倉さんがなぜアメリカ株式なのか、それからアメリカ株式を具体的にどのように運用されているのか、そういったところも含めましてですね、お話を伺いたいと思います。大倉さん、それでは次回もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。今日はどうもありがとうございました。失礼します。